さて、ブンデス深掘りシリーズ、6月バージョン2本ね、先ほど収録が終わったばかりでございます。両井さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、今回はユーロを本来やってる時期なんで、今ユーロがあったら、両井さんだったらこんな11人で戦ってほしいんだけど、どうなのっていう、代表チームと。はい。それから、まあ、やっぱり今回のこの企画はチャレンジャブルだったかなと思う、ヘルターベルリン特集と。ということでですね、目いっぱい喋りましたけど、両平さんどうでした？ヘルタっていうのはなかなか触れる機会ないですよね。まあそうなんですけど、ね、興味持ってもらえたかな。でも、ね、こういうのを知ってほしいなとも思うんですけどね、はい、その、まあ、ブンデスリーガをこう俯瞰でこうなんだろうな、まあ、バイエルンだったりドルトムントのファンだとかっていう目線から見てる人はたくさんいると思うんですけど、これ例えば見てそのヘルタとやったときに、そのあヘルタ、そっかそっか、あんなこと言ってたなとかってこう思いながら見てもらえるだけでも、なんか俺ら嬉しいですよね。そうですよね。うん、ねちょっとこう頭の中に残しておいてもらえれば、ね、ヘルタってこんなクラブなんだっていうのをね、感じてもらえるといいですね。ちなみに、両平さん、すごいズバッと聞いていいですか？はい。いや、今回ね、代表選手選んでもらったじゃないですか。はい。両平さんね。はい、で、いや、レーフが選ぶのじゃないよと、はい、まあ、僕はこういうふうに思ってるよっていうお話をされましたけど、はい、正直、そのレーフももう政権長いわけですよ、2006年終わってからやってるわけだから、はい、14年、丸14年でしょ、もう。はい、どうですか、レーフに対する実際の心境は僕、意外と放送とかで聞けないんで、ご不満ですか、それともレーフはまあ、よくやってるけどもっとこうとかそういう感じどうですか？一時期なんかちょっと何考えてんだろうっていう、ね、ちょっと瞑想に近い時があったような気がするんですよ。はいはい、その選手選ぶのとかね、うんうんうん、そのというのは例えば調子がすごい悪くても選んもう自分がこの選手と思ったら絶対選ぶんですよ、あの人ね。だからチームですごい調子悪いのに選ぶ、でもそれが結構うまくいったりするときもあったりして、はい、うん、そんなのもあって、ただ今のレーフを見てると、もうなんかしっかりした信念を持って、うん、特にだから、ボアテング、フンメルス、トーマス・ミラーを外したときは、すごい信念だなと思いましたよね。確かに。国中がだって嘘だろって思いましたからね。いや、はい。うん、はい、だからそういう信念っていうのはやっぱり相変わらずしっかりしてるなっていうのと、それと今代表とバイエルン・ミュンヘンのハンジー・フリックっていうのは一緒に仕事してた関係もあって、はいはい、非常に近いサッカーをしてるんですよね。はい、だからその辺はうまくいってるんじゃないかなと思って、うん、でやっぱりバイエルン・ミュンヘンがその代表に近いサッカーをやることによって他のチームも当然それに近いことをやってくるわけですから、いい流れじゃないかなと思ってるんですが、はい、代表チーム今でもハンジの名前が出たからちょっとだけ僕も言っていいですか？はい、いや、ハンジってコーチ時代やっぱ評価すごい高くて、で、まあ、コーチっていうのはそう当然その指揮官に物申せないと多分ダメで、はい、物申すっていうのはその違う目線を提示するとか、はい、で指揮官も状況に応じてそれを組んだり流したりっていう作業があってチームは成り立っていくんだと思うんですけど、多分僕はそのハンジが足してたものが実は大きかったんで、うん、優勝したんじゃないかと思ったんですよ。その力はあったと思いますよね。ハンジ辞めちゃったでしょ、はい、でヨヘン・シュナイダーとかね、ヨヘン・シュナイダーかな、シュナイダーとか、はい、シュトゥットガルトやってた、はい、まあ、コーチがやってたりしますけど、はい、なんか今一つそこの推しの弱さも最近はあったんじゃないかって僕ちょっと思ってるんですけどね。なるほどね。ハンジやっぱりこうやって監督やってここまでチームをこう立て直すのとか見ると、うん、まあ、指導者としての能力めっちゃ高いですよね。ですね。で、ただね、まあ、それはその通りだと思う反面、はい、ただレイフもいいコーチをずっと選んできてるなっていうのも感じるんです。あ、そうですか。そこは失礼しました。そういうの、いやいや、失礼って、いや、そういう意味じゃなくて、はい、だってハンジ・フリックだけが優秀なコーチだったわけじゃないし、まあ、確かに、シュナイダーも今のゾルクにしても、うん、みんなそうなんですけど、共通するのは
かつての名選手でもないし、あ、確かに、ね、でここですごい監督としてすごい結果を出したとかいうわけでもないし、やっぱり指導者としての能力を見抜いてコーチに呼んでるわけですよ、うん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 、その辺がだからレイフのいいところっていうか能力の高いところ、人を見る目、指導者を見る目があるところかなとは思いますけどね。まあね、話すれば尽きないんで、またね、代表の話は別途やれればいいなと思いますが、ぜひ今回のね、良平さんが選んだ11人と、なぜこの、いや、23人と、なぜこの23人なのか、ぜひ皆さん動画見ていただきたいと思います。で、セリエチームが、まあ、あれは誰のアイデアなのか分かんない、伊藤君のアイデアなのかな、お手紙を募集しますって、お便りコーナーってやってるんですよ。はいはいはい、で結構受けてるらしいんですけど、そうですか。で、あ、この間僕ら紹介したでしょ、はいはい、で、りょうさんまたいただきまして。ああ、そうですか。はい。神奈川県の、ちょっと読み方が木内さんか木内さんか分かんないですけども、りょうへいさんが選んだベストイレブンの回、学生時代70年代のドイツサッカーに魅了された父に解説をしてもらいながら、親子で楽しく拝見しました。うん、来ましたよ。おぉ、いいですね。で、この本人、手紙くださった木内さん本人は、去年ケルンに留学してたんですって。あ、もともとアーセナルのすごいファンらしいんですけど、まあ、アーセナルね、ポルティいましたからね、しかもベンゲルもまあドイツもできたりする、まあ、そういう理由がいろいろアーセナルファンもあったんだけども、ドイツに留学をして、で、まあ、ブンデスリーガーに結構のめり込んだみたいなお手紙をいただいたんですけども、うん、そこでお質問が両平さんあります、はい、お二人に伺いたいのですが、お気に入りのスタジアムを教えていただけないでしょうか。あ、これはブンデスのってことでいいのかな。はい、2006年のワールドカップに合わせてどのクラブも改修してしまったと思うので、過去のスタジアムでも構いません、どうぞよろしくお願いしますということで、両平さんどうでしょう。いや、ありますよ、それはもうもちろん。いや、はい、いや、一個と言わずどうぞ。僕は大したものがないんで、両平さんもうお願いしますよ。まあなんと言ってもね、僕はもう本当にボルシア・メーヘングラドバッハのホームスタジアムを大好きですから、前の今のもちろんボルシアパークも大好きですけど、はい、なんといっても僕がいた時代のベーケルベルクですよ。ベーケルベルク、はい、これはもう当時からもうサッカー専用スタジアムってあんまりなかったんですけど、はい、サッカー専用で、こじんまりしてましたけど、はいはい、3万人程度しか入らないんですけど、まあいい雰囲気だったしね、こうなんていうの、スタンドの傾斜でしょ、傾斜がきついんですよ。そうそう、僕ら写真でしか見たことないけど、あれ結構な傾斜ですよね。結構な傾斜ですよね。え、うん、でもう僕はいつもベンチで見てたじゃないですか。はい、ね、それで日本に帰ってきてまたちょこちょこ遊び行くと、ちゃんといい席で見させてくれるんですけど、はい、一回ね、一番正面の上の方で見たことあるんですよ。メインスタンドの上のこと。2階席。ああ、はいはいはい、はい。2階席があるんですけどね。はい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 、怖かったですよ。あ、そうですか。はい。真上から見下ろしているような感じで。でもね、傾斜がきついスタンドで見たときに、前のめりになれる感覚ってありません？いや、もちろんそうなるんですけど。はい。うん。もうだってこう下目線がこうじゃない、まあ、前じゃないから下だから。はい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 、はい、でもねやっぱいいですよあれは。じゃあ両井さんの中で歴代ブンデスのスタジアムでやっぱりベーケルベルク一番？もう間違いなく僕はもうあそこ大好きでした、ね、スタジアムね。で周りがね、不思議なことに住宅街なんです。本当に住宅街なんです。ああ、そうなんですか。もう閑静な住宅街なんです。普通ああいうとこにはあんまりないんですよ、スタジアムって。はい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 、はい、でベーケルベルクっていうのは通りの名前なんですよ。はい、もう本当にその周りはもう本当に住宅街で、完成な住宅街のど真ん中にドンとスタジアムがある。はい、であれがなくなってボルシアパークになって、で何年かしてそのあそこどうなったんだろうと思って、ベーケルベルクがあったところに、ボンホフちょっとこっち会いに行ったんですよ。ボンホフここで会いたいって言って、元ベーケルベルクスタジアムがあったところで会いたいって言って、そこで待ち合わせて会いに行ったんですよ。はいはい、
何にもないんですよ、もう本当に。あ、そうなんですか。うん、さらちになっちゃってて、はい、あんな寂しいことないですね。あなるほど。あ、でもなんか、その、良平さんとボンホブがそこで会うことをそのまま番組にできますね、それ。いや、番組にしてもらったんですよ、それ。あ、してもらったんだ。あ、フットで？あ、フットで。あ、そうか、大丈夫。それ見てないんだ。でもそれはもう番組にするしかないですよ、それは。そうですか。はい。じゃあ、最近のスタジアムは何か他にあります？まあ、最近のスタジアムは、まあ、どこも、だから、ね、ミュンヘンのアリアンツアレーナも素晴らしいですし、確かに。ね、シャルケのアウフシャルケもすごいスタジアムだし、そうですね。魅力的ですよね。ドルトムントはまた、あのね、ゴール裏とその8万人入る。そうですね。独特ですもんね。独特だし。ただ、それはもうみんないいんですよ。いいけど、はいはい、一番見やすいのは僕はケルンのスタジアムだと思いますけどね。ラインエネルギースタジオ？はい。一番見やすいのは。そうすか。誰も僕 そのサッカーの知り合いなんかは、大体みんな、あの、ラインエネルギーはすごい見やすいねって言うんですよね。はいはいはい、はい。で、やっぱりもう一つ好きな理由は、はいはい、僕の試合前の歌なんですよ。はいはい。あ、ケルンファンの？え？ケルンファンの？そう。はいはい。あの、どこも試合前に歌う歌あるじゃないですか。はいはい、ありますね。You May Be Walk Alone であったり。はいはい。ね、そういう歌、まあね、その、いろんなスタジアムでいろんな、そういう、あの、趣のある歌あるじゃないですか。ただ、ケルンの、あの、ラインエネルギーは、もう露骨なケルンの方言なんで、何歌ってるかわかんないんですよ。そうなんだ。まあ、それがまたいいんですよね。なるほどな。うん、はい。もう一個いいですか、もう一個。どうぞどうぞ、もう一個だけ、これはね、あの、もし行ける機会があれば皆さん行かれたらいいと思うんですけど、カイザースラウテンのホームスタジアム。うん、はい。これはあの、本当になんかね、いい感じですよ。あ、そう。うん。多分ね、まだあのそんな新しく変えてないはずですから。はいはいはい。あそこはね、あの、ちょっと、トコトコ歩いて登っていくといきなりボンとスタジアムが現れるんですけど、これもベーケルベルクと一緒でこじんまりした小さなスタジアムなんですけどね。はいはいはい。これまあ雰囲気ありますね。なるほどね。やっぱり古いから、まあ、あ、そうか、確かにね、新しいとね、綺麗でいいですけどね、そのやっぱ風情がね、はい、ね、ある程度古くないとないですもんね、はい、これあれです、はい、2006年のワールドカップの時、日本があそこでどこでやったのか、どっかと試合したの見に行ったんですけどね。まあ、あ、そうでしたっけ。もちろん僕は何度も行ったことありますけどね。はいはいはい。ベッチェンベルク。ある程度ね、しばらく一部から遠ざかってるんでね、またね。ね、久しく上がってきてないんですけど。いや、本当ですよね。まあ、戻ってきてベッチェンベルクっていう、まあ、それは有名なスタジアムです。はい。ということで3つ挙げていただきました。まあ、私はあのそんな両者みたいにその、ね、住んでたこともないんで、そんなにないですけども、まあ、行ってみたいのはミラントアかな。ああ、そこへ来ましたか。はい、やっぱりザンクトパウリ。いいですね。あとはやっぱりあのプレミアですけどクレイブンコテージ。これはスタジアム外までは僕行ったことありますけども、うん、まあ、あそこはやっぱスタジアム中継見てもテムズ川沿いにあってこじんまり度はもう本当にもっとこじんまりしてますよ多分。とかね、でそのまあミラントアとクレイブンコテージは行ったことないけど行ってみたいと思わせてくれて、中継とかしてるとすごいいいなと思わせてくれるって言うんで、ミラントアもいいです。ミラントアもいいですよ。でしょ。ザンクトパウリはね、まあ、文化ですから、独特ですから、そこは、ね、いつか両さんパウリも宮内いるし、そう、この企画がもし続くようであればぜひ一回パウリの話もしましょうね。あの、うん、まだ僕 あのすごい一番仲いいって言っていいぐらいの友達があのテクニカルディレクターでいますからね。あ、本当ですか。あ、じゃあ、ちょっといろんな話ができれば楽しいなと思います。はい、はい、ということで、6月シリーズ2本、ね、ヘルタベルリン、はい、それから、良平さんが選ぶ、まあ、良平マンシャフト、ね、ドイツ代表23人の話をしてもらってますので、ぜひ、こちらの動画を楽しんでください。皆さん、ぜひ、期待してください。では、見てください。はい、ありがとうございました。